ご視聴ありがとうございます。ウプ主の R です。ライブ前に東山戦隊桜通り戦阿佐ヶ谷の陣という動画を投稿したのですが、このチャンネルの規模の割には再生回数が1000回を超えるヒット作となりました。なので今回は東山戦隊桜通り戦阿佐ヶ谷の陣第2弾として、今池の2番線についた車両を見た後、桜通り線で追いかけ、地下鉄名古屋2番線にて今池で見た車両をもう一度見れるのかを検証していきたいと思います。前にもお話ししたことですが、東山線は朝ラッシュ時2分5秒間隔で運転している上に、アウトの間隔が詰まりやすく、低速運転、液間停車することが常態化し、所要時間がいつもよりかかってしまいがちです。一方、桜通り線は朝ラッシュ時4分間隔での運転なので、よほどのことがない限り、前との間隔が詰まることはなく、低速運転になることはありません。したがって、名古屋から今池間、朝ラッシュ時なら、桜通り線の方が早いだろうし、なんなら桜通り線で先回りして、今池で見送ったはずの東山線の車両を、免疫でもう一度見れるのでは、と考えたわけです。本日は自由地下鉄桜通り線をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は三沢大通り名古屋方面中村線行きです。ミラーです。 This is 車道 S7。
ということで、東山線の車両を桜通り線で追いかけても、ターゲットは日本前にいました。先回りすることはできないという結果になりました。詰まってノロノロ運転をしている東山線におとなしく乗っていた方がまだ早く着くということになります。とはいえ、名駅に到着するのはどちらもほぼ同じだと思われるので、東海道新幹線や大光通り口に用のある方は乗り換えてでも桜通り線を使った方が早いかもしれません。この動画もし気に入っていただけたのであれば、チャンネル登録、高評価の方をよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。